はい、前回の続きでございます。相変わらずですね、今はこの一番高いやつを建てるために190万貯めているところです。今だったらぼちぼちこれが建てられるのかな。でもこう一番高いやつから建てるので、190万ですね。あと100万、190万だから105万ぐらいですね。だから今回も何もできません。またこの道ハイカー眺めるとかね。あとは今回は駅を眺めるシリーズ。じゃあ一個こっち来たよ。もう何でもない。何でもない駅。何でもない駅。もうここはね、赤い線、この赤い列車しか来ないからね。ちょっと つまらんかな。駅間距離が短いんですね、ここね。もうケーブルカーですよ、この区間は。ただ単に勾配を上げるだけのケーブルカー的な区間。これ都市間急行だね、手前は。でこの先もね、結構すごいやつ、すごいよね。なんかもうジェットコースターだね、この角度はね。現実の世界ないよね、こんなの。不自然だよね、本当に。もっとスマートになんないかね、配線が。まあでもこっちの方ね、遊園地だからね。もっとスマートにできたらいいね。いっそのことスイッチバックの駅にするとかね。スイッチバックの駅でもいい。あ、でもスイッチバックの駅にすると都市間急行はこっちに来なくなるね。まあ都市間急行、この駅が都市間急行を受け入れてるからね。スイッチバックにするとね、都市間急行は来なく、こっちからね来るようになるね。まあそれでもいいんだけどね。しょうがないんだよ、遊園地があるから。ここをさ、トンネルにしたところで勾配を上げるのにすごい苦労するし、これが一番無難な形なんですよね。まあ駅の位置自体をね、こっちの方にずらすっていう方法もないわけじゃない。まあでも都市間急行用にこういう線路を作って、あとはスイッチバックさせるっていうのもいいかもしれないね。ちょっとやってみようか。でもお金を使いたくないよ。お金使いたくないんだよな。お金使いたくないけど、ちょっとやってみる。あー、でもお金使いたくないな。
お金を使いたくないのよね。85万円が。貧乏症だからさ、今赤字だからね。やりたい気持ちがいっぱいなんだけど、赤字だし、今。赤字の原因はやっぱり交通機関ですね。経費がかかりすぎてんだよね。1本減らしてみるかな。減らせば確実に経費がかからなくなるからさ、ちょっと一回減らしてみましょう。待ってるとか待ってるからね、結局ここで上げちゃうんだよね。減らすかな。減らそう。減らせるものは減らそう。30人待ってますからね。悩ましい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 です。トロリーバス減らすか。どうしようかな、悩むな。増やす。路面電車。地下鉄150人乗りだからね。150人待ってないと増やせないね。とりあえず鉄道は240人待ってないと増やせない。眠い。
船は50人乗り。180人乗り。お金をためてるところなので何もできないんですよ。何もできないんですよ。火事がすごいね。眠いぜ。
湖で魚を取ろうか。それだったらお金が増えるかもしれないから、お金を貯めている最中でもできることですね。まあやることがなくてしょうがないからやるって感じで、4車線道路、ここホテルなんだよな、繋がんないか、これこの湖です。ちょっとでも収入が増えたらいいなみたいな、小さな島が壊れちゃう。小さないい島だったのに、ああ水没してる。これでいいや。セーブ中、セーブ中。ちょっとね、工業汚染が心配なんですけどね。緑のとこがアンチョビで、淡水のカニが取れるんですね。淡水のカニあまり食べたくないな。なんかイメージ悪いね。まあザリガニみたいなもんでしょう。
ザリガニを食べる文化のところなんですね、ここは。まあね、食文化はね、外国のことはいい、日本の食文化は生で魚を食う文化だから、人のことは言えないよね。よその国のことは言える立場ではないです。日本の味覚は生の魚食っといてああだこうだ言える立場ではない。どうしようかな。オッケー。一時繋がったよね。どうしようかな、どっちにしようかな。ああ、どんなことやら。あと湖はないか。あとは海ですね。ちょっとしたお小遣いを稼げるかなと思ったんですけど、まだちっとも遠い。でも320トンは遠い。船が戻ってくるみたいです。10トン。10トンの魚。わからん。漁業、工業のところを見れば収入の方がちょっと上になってるって感じですね。観光とか全然やってないからね。観光とかあとオフィスも全然やってないんだな。オフィスがないんだね、この世界にね。
てくのに時間かかりそうだ。まあちょっと空港はでかすぎるよね。町の全体的に考えると全てがさ、空港の周辺の町になっちゃってるよね。こんなこだけ空港がでっかいと。やっぱり旧タイルが少なすぎるよね。まあ容量的にいっぱいいっぱいなんだろうけどね。もうちょっとねマップが広くなると楽しいんだよな。トロリーバス、マップの奥地を通るトロリーバス、4人乗っております。トロリーバスの旅。住宅街の河川に住宅街の道路に架線が引かれて、そこから電気を取ってトロリーバスが運行しております。そうですね。セブチュー、セブチューでございます。結構人が多いてますね。上走っているのはあのね、赤い電車が走っているところですね。今都市間急行が通過しておりましたね。カメラがぶつかる。まあ鉄道とはそう、まあたまに並行してるところもあるけど、鉄道とは違うさ、直線で通っていくトロリーバスはそれなりの魅力がありますね。ただね、一回こう止まるとね、なかなか発車しないっていうのがちょっとのんびりとしたね、気長な気持ちで見ないと
退屈になってしまいます。でも路面電車の方がね、もっとゆっくり止まってるかもしれないね。トロリーバスは道を間違える心配がないね。でも間違えて架線のない道に入ろうとした時にブチってパンタグラフが取れちゃうかもしれないね。架線が壊れちゃうかもしれない。トロリーバスは今でも走っているところは白馬と立山の方に行くよ。黒部なんとかアルペンルートみたいなところは日本では走ってますけどね。まあ外国だとね、シベリア鉄道なんかに乗ってるとね、ロシアの地方都市なんかでね走ってるのを見かけたことがありますよね。ヨーロッパどうだったかな。なんかどっかでね見かけたような気もしないでもないんだけどね。トロリーバスはトロリーバスの魅力がありますね。線路がたくさん見えてきましたね。もともと線路がいっぱい引いてあった場所です。ここはこれはね、緑色の各駅停車が走るところですね。いろいろ各駅停車がなんか混んでますね。前の電車はまだ駅に止まってますね。そんなにいっぱい運行してた。青系統のトロリーバスと合流いたします。なんか変な感じで合流しました。今ブルーの運転手がちょっと怒ってるかもしれないね。今のやり方はここで分かれて違う方向に行きます。3系統ぐらいここ走ってるね。ブルーと黄色ともう一色走ってますね。紫色かな、今走ってました。
紫色のやつが、まあ、向こうの方に行って、黄色はここで分岐をすると。で、ここ紫色のね、反対方向とね、交差するんですね。一方通行の道なんですよね。トロールイバスを走るところは基本的にはね、まあ一部両方通れるところもありますけど、あ、ブルーのねやつもこう止まってるのね、走ってブルーと紫色が走っております。トロリーバス、で線路またぎますね。ああ、セーブ中でございます。セーブ中でございます。なんか変な動きだな。坂を下りて元のバス停の方に戻っていくんですね。どっかでね、ブルーのねトロリーバスと交差するところがあるかもしれない。もしかしたら。路中がいい具合に一方通行の道だから、両脇にね同じ方向に路中してる車があります。大きい病院が見えております。
線路をくぐっていきますね。赤い電車とか走ってるところですね、主に。坂道のピークが見えてきましたね。あそこ丘を越えていくとまた下っていくんですかね。こっちの方はね、鉄道がしてない区域になっております。ここはなんかブルーのトロリバスと交差するんじゃないですかね、ここでね。多分そうじゃないかなと思います。あと一息で一周というところで終わりましょう。お金が92万になりました。あと100万貯めます。今回はここら辺で終了いたします。